ヒトトチャンネルのせなあかんのに。そうや、私趣味や。えヒトトチャンネルの趣味が。ヒトトチャンネルで YouTube 更新せなあかんのに。あ、これいけんのけ、どれどんのけ、ちゃうな。バスは行ったら出られへんのし、開けてくれてんの。あ、お前回れへんしか。そりゃそうや、まず入ったらいけへん。普通車やったらいけへんのか。今日考えたらバス。あ、ほんで右折電車やんけ。あ、右折か。右折電車余計だなわな。40ぐらい20万するサビがめちゃくちゃあるね。あるよ。50とか2枚おろしにしたよ。2枚おろしにして人の片身で7キロぐらい取ったもん。40ぐらい20万するくずけやったらつって持って帰れねえけど、おんねえせいぞ。フライ気にしやしてな。ルアーだけだ。だからあの3匹だけで 1,2,3 1ヶ月分ぐらいはあるわ。そう、そんなんあんの。よかった、喜んでいただいて。ああ、一挙に食べへんしな。半年ぐらいあんじゃん。そんなないか。そんなないけど、あんまりつって持って行っても嫌がられるしな。それはないな。いや、せやで食い切れへんやけ。魚は買わんでいいしな。肉も買わんでいいよ。なんで魚も。あの20匹で処理どれぐらい、はあ、どれぐらいかかるの。食べるの20匹やったら1ヶ月ぐらいじゃ。魚だけやったら。あ、ニジマス、うん、今肉も残ってるしな。ああ、おうおうおう、この間のな、焼いた肉、レバーも残ってんの。この間のやつはなくなったけど、そのまだ買ってるしな、その後に。そんなんいっぱい魚持ってきてると思ってへんやん。まあそれそれ。その前買うたやつもまだあるしな。しばらく肉と魚買わんで。アマゴやったらね、もっといいねけどな。言わないともっとうまいらしい。やりまやったら言わないとか思ってへん。キープ5匹まで。そうだ、ブラウンとかもおるらしいな。ああ、私が強いから。あればいいって私連れてこうか。ブラウンとか。せやあんまり殺しすぎたらなんかものすごくこの あれやな。ああ、このものすごく殺生してるような感じで、途中から俺なんかものすごい殺人犯みたいな感じちゅうてなってしまう時やな。せやど、セッションして掘ってんのにちゃうからな。そうや、食べたけど、その、ああ、まあそれが俺のちょっと救いやねんけどな。まあ、せやど、スギちゃん食べてくれさが行って、行く理由にもな、行く理由か、行く理由いうか、行けんねんけどな。ほんなら助かるで、魚好きやしやな。でも俺も行く目標があるから。持ちず持たれずやけどな。それでもやっぱり20何匹殺していったら俺で地獄に落ちるんちゃうかなと思ってしまうな。あ、ほんま。せやろ、そんなんで地獄落ちんねやったら、その牛肉とか養豚場とか、そうや、養鶏場の人やったらもう何回も地獄落ちてるわ。毎日殺しておるんだよ。これ曲がんねえな。これやな。もっと楽に締めるやり方覚えなあかん。締めんねん。勉強しよう。かわいそうやな。魚の締め方、一発で殺す締め方ってあんねやろ。まあ、あの背骨に包丁刺すね。針金はあかんの。針金じゃ無理や。難しい。逆に苦しいんちゃう。ほんま。尾びれビリーってなるやつやね。
あれ苦しいんかな。あ、人間でもそうやね。電気ガーン走ったら、あーなるわな。そりゃ一発でぶっとい包丁でやってあげるのが一番やわ。一発でやんの包丁。あ、首。あ、背骨切んの。あ、まな板の上で。あ、俺ようやったで。俺ちょっとそうするわ。なんかやっぱり一番苦しいのは呼吸困難で死ぬやつやろ。ああ吸ってバタバタバタ足で。ああそうやな。首落としたらなあかんねんな。ああ結局首落としてると一緒なんやろあれ。背骨切ってんの。ああでも苦しんでよ。苦しまんでええやん一発で。ああちょっと一発で殺したろこれから。そうやからまな板も持っていってブズーン切らなあかんねんな。そうやな。よう切れなあかんやろそれ。で、首だけ掘って帰るの外科。いや、俺は内臓は掘って帰ってたよ。首落とすのは大変やわ。セブン飛んねえから首も取れんちゃうではないか。まあ俺ちょっと特殊になりかて。セブン俺そんな内臓なんか用出せへんもん。ああほんでそれをサギが食いに来とったんや。わかるわ。美味しいんやろなあれ内臓。あれ内臓もやろ持つ牛もつじゃおもつ。ああ。あれ、ごつい魚やったら無理やろ、内臓出すの。そうやな、ちょっとグロいな。いや、出せるの。出せんことないけど。杉じゃねえ出す？ああ。出せんねんよ。いや、20センチか30センチぐらいだったら出せるような気はするけどな、俺の。そんなん家帰っても楽やもん掃除。あれ下準備するだけでも2時間かかってへんけど1時間半ぐらいはかかってるで25匹。ああかかるやん。まあ俺作業知ってるしできるけどやな。あ俺がやったらもっとかかる。うん現場なんかできへんやん多分。涼しいな。ちょっとあんまり知らん人は難しいかもしれない。やり方わからんし。久しぶりや2枚に下ろしたん。あ、ごついやつ。普段下ろさへんし。包丁切れてるのは無理やろ、2枚。もう研がへんけど、もう切れへんでも切れへんやつでも切っていくわ。いける？はあ。切れたらなお綺麗にいけんねん。それはな、切れるけどな。え、研ぎしな、え？たまにこう3枚とか2枚おろすの勉強なんね。やっぱりちょっとたまには握っとかんとな。ああ忘れてもらうわ、ね、忘れるよ。あの3匹そうやけど今回ボリュームあったわ。でかいの3つそこそこ多かった。ああ、うん、俺もそこそこごついな。他がちっこいからな今度なんてね。あとが22匹が小ぶりやって、とりあえずあの3匹のでかいのは先に料理しろ。肉質が違うっちゅうのがね。はよ成長しすぎたかもしれない。1匹でも一番でかいやつは不思議な色しとったわ。何の色？白でもないの。あし、なんか黄色みたいななんか色不思議な色いたな。え？身が不思議な色しとったわ。白でもないし。ああ。赤になりかけかも。かもしれんけどな。大概あんだけこう使って赤いんやけどな。ああ。初めてかもしれん。あんな色。ニジマスちゃうんだ。ニジマスやったね、せいや。やろうな。なんか錆びた感じの色やったけどな。そや、錆びとんねん。てか冬越すのに錆びとんねん。あ、なんか錆びるって言うやん。もう銀毛しようね、銀毛。あの冬越すために油ためんのに銀毛しようね。あ、なんでか。あ、押しなかったっけ。なんでうまいやな。あ、うまいよ。うまかった。うまいよ。あの油ためるね、体に銀毛。銀毛するんだ、そうや、ね、
あ、うまかった。うん、油溜まってうまい。あ、うまいよ、毎日食ってる。銀毛しよう。銀毛、銀毛はやっぱうまい、うまい。1ヶ月ぐらい毎日食う。体に油溜めをさ、冬越すの。アマスダムに銀毛のアマゴおんねんけどな。そうなん、一遍釣ってんねん。うん、あんな降りるとこないわけどな。え、降りるとこなさそうやけどな。え、それでアマスダムの中で銀毛しょ。あ、で、それを俺食べへんし、やってん人。で、銀毛して上の鱗取ったアマゴのパーママーク出てた。ほんま、そう言うとった、写真見せてくれた。ほんで、ほんで焼いたかなんかでめちゃくちゃうまかったって。ああ、ほらうまいと思う。銀毛してない、うまい。俺食わへんからな。食いたいとも思わへんねん、ほんま。全然食欲わかへん、あれ見て。別に、わあ食いたいってならへんな。鮭とも切り身とかやったら食いたいな思うけどな。ホッケとか俺肉やったら魚の方がよ。あれニジマスとかあんまり食いたわへん。まあ料理したら食うかもしれんけど、ムニエルとか。まだ料理したないしな、魚。まあ俺料理嫌いじゃないしな。いや、あれがぬれよ顔。多分顔とか見てんのが嫌やと思う、ぬるぬるしてて。いや、そんなに。内臓が嫌やねん。ああ、ちょっとグロいな。25匹の内臓だけでもあれ結構重たかったで。あれどうすんの内臓。ゴミの日に捨てんねん。あ、引き取ってくれんの。あ、生ゴミか。生ゴミや。結構ずっしりあったで。うま、うん、そうやな、あれ頭だけで800グラムぐらいあったんちゃうかな。頭、頭、頭どうすんの。内臓で。あれ肥料にならへんので桜の。でかすぎるな。多分虫が湧くと思うわ。あ、腐るまでに時間かかりすぎる。なるほどな。アドモも炊いたらうまいじゃん、カブト。うまいと思うで。それは食わへんの。食うとこちょっとしかないしな。それはちょっとしかなかったらカズラやってるやろうけど、うん、大量にあるしな。頭な。ああ、マグロの頭とかうまいの。まあ、あれ食うも食うとこいっぱいあるわ。いっぱいあるよ。ああ、違うのどもっともおいしい。これ同じやつじゃん。じゃあ、あっちの方で新しい。そうなの、うん、そう、何を黄昏とそれ10本ありますよ。もうそのあかんわ。その欲望がもう枯れてんねん。枯れてんのね。うん、いや、それ2人食ってけ。え、食ってん。そういう欲求があらへん。それ2人食ったらならへん。そうや、まず食欲もなくなってるしだな。あ、弱いな。食欲、性欲がもうめっきり。もうな、枯れる一方や。睡眠欲もなくなるやそのうち。そうや、寝られへん。そうやで、前来てくれたバーベキュー前の椅子にもできんの。お、それはおかしいな。おかしい、なんか明らかにおかしいよ。そうやの、よくありすぎるのもあかんの。食欲、性欲、睡眠欲、所有欲、何もかも減退してる。よう減んねん。
たって寝れんの寝れんの、でも寝れんの俺、まあ、おかしいね体ねんねんけ、まあ夜遅まで起きてけどな今一平起きて飯食ってみてまたそっからこたつの中でまだ寝てな4時間ぐらい寝てんの体痛いな思ったら4時間ぐらい寝てもう世界1日がもったいないの。でも俺夜寝られへんけど朝寝られんねんな、不思議やなあれな、あその逆転してんねんけ、ああ朝って寝られんねん、起きたないねん10時ぐらいまで、性欲だな、性欲はもうあんな性欲全然やもうそれお前随所セラップじゃん、カットはともと あなたもどこで1日参加したんですか50それ流していいの、ちょっと微妙なラインやでこれ、病気ですよもう頭おかしいでその人、たまにいるんですよねそういう人とかそのニンニクかな、わからんニンニクかな、とりあえずニンニクは元気だ、そうやし無理してビデオとかも見るようにしてんねん、心配になるから、わかるわかる、こんなんだもうなあかんようになるんちゃうかな、あの時あんねん、あるやろな、そのままるわ、うん、やってな、牡蠣もええみたいだな、牡蠣とかほんまシジミのエキスとか、シジミ一時俺シジミのエキスばっかり食ってた、オルニチンや、ええ、俺もシジミは一時食うてたわ、ビンビンなんて言うのよな、ならへんかったな、ウコンとシジミとならへんかったで、それに飽きたら今度ニンニクニンニクよく効く、ニンニクか体カッカンしてくるわけ、カンカンなんだけど、でまだ俺ニンニク好きやから餃子のニンニクマシーンよりも食うし、そうか、ハチミツやったらあかんか、ハチミツニンニクか、ハチミツな、ハチミツも癖なの、いや、体重増やさなあかんしとりあえず、ハチミツはええの教えてもらったな、あ、ドラッグ見たかったあれや、 あ、そのクーポンくれよるやん、あ、くれよる 20% のクーポンくれるはずや、いつもくれるわ、使ったことないけど、あれも1品か、あ、いや、あれ3品ぐらいいけんの、あ、ほんまジャパンよりええねん、あ、現場の近くのドラッグ見たかで 20% の、持ってたもん、ほんだ使ってんよか、1日3品で20%で安いよ、ほんまやな、一回も使ったことないわ、蜂蜜とかあるしな、あ、ほんまあるある、その食い物なんぼでもあるやん、ジャパンよりは少ないけどな、あ、まあそれでジャパン半分ぐらい、それで買ってんよ、ここ行くよりも取れた、もうドラッグいたから、そうやな、安いよ、うん、今日ジャパンのクーポン初めて使ったよ、多分いつも杉森コーナーしか買わへんやん、今日普通の値段のやつ買うとした、俺すぐにコーナーのやつはせいのクーポン使えへん、あ、使えへんのか、うん、あのちょっと安売りしてるやつだったよ、黄色の札の あれは使えへん、 あの 50% オフとかあれシール貼ったりやん、 あれは使えへん、 20% とか、 そうか、安なったシールは最初から安い設定のやつやったら使えへん、僕に今日なんか早引きで悪かったな、いやいやいや、うん、ちょっと買い物して帰って、まあ、これ履かしてもらうわ、うん